じゃあ、いくぜ。とりあえず、まあ、もう、ここ、もう、いらんわな、この顔とか。普通にここら辺から大胆に切って。すごい、柔らかそう。めちゃくちゃ柔らかい。シュッて。邪魔じゃなくていいんじゃん。めちゃくちゃ柔らかい。簡単ですね。めちゃくちゃ柔らかい。やばこれ。どうしよう。もう。そんな簡単に切るな。うん。ちょろいな。簡単やつ、これ。この人。別にそんなに見えても見えても大したダメージはない。切れてるで。正規。はい。大胆に切っていく。内臓が結構なんかどうなってるのっていう感じ。切れた。すごい。やばい。すごいなこれ。じゃあして。これ。あ、ここは背の方だけ取ったらいいんだな。もう。真っ白。やばない。こんな。じゃあどうしようかな。じゃあよ、適当に切って袋入れといたらな、きれいにさ。あんまりもうなんか匂い上手くなんでいいだな。ここで行けたら。どれくらいに切ったらいいかな。ブロック、この前よ、なんかマグロもらった時みたいな、あんな感じにやっといたらいいじゃん。これぐらいで。OK、入れとく。いいよ、袋に一応。めちゃめちゃやるか、綺麗。前にあげてくる。こんなのあげたら下痢になる。すごいサラサラ。サラサラの。これ、ぬるぬるじゃなくて、サラ、なんなんやろな。サラサラやな。やばい。こんな肌になったらいいな、じゃん。水はじいてな。体になったらいいの。なあ、ぬるか。くっさ。何やじゃない、健康細胞。え、でも食べられるんやろ。うん、食べれるよ。3切れぐらいしかでも食べれないって書いちゃおう。で、調べたらと何で書いてんの。なんか人によったら5切れぐらい。個人差あるらしいで、そのいける3切れはいけんの。そう書いてた。え、書いてない。大体、まあ、どっちにしても食べ過ぎないように注意してみたいなの書いたらな。あ、明日私はどうなるかやな。どうしよう。友達になったら明日やったら休みやからいいやん、うん、それちょっと出してほしい。すごいなこれ、どうなってんのこのメンタ。光ってる。光ってます。尻から油がって書いてある。だから下痢になるんやって。油っていうこと、うん、そう。油から流しになるって、お尻から。気張ってないのに油ポトポト出てくるやん。怖い。便器の中に油浮いてるって書いてたの。でも便所1個しかないやね。とりあえずやん。とりあえず
ないでしょ。こうやって出てこなかった。ちょっと早すぎて。すごいもう大トロっていうか、なんキッチンペーパーを丸ごと取ってくれる？何やったっけこれ。できました。何ですか？思い出してごらん。あ、油そこもつなの、はい、完成。刺身です。じゃあ油そこもつ刺身でいただきます。すごい油浮いてきた。見て。まあ食べるわ。あんまり味しやんけど、なんかもう生やけどちょっとなんか茹でたみたいな感じ。まあ美味しいかな。美味しいねそれ、うん、じゃあ、まあ、これ一回しゃぶしゃぶでいってみたい。どれくらい、これくらいか、しゃぶしゃぶで。じゃあなんか茹でたら油っぽい。すごいすごい油。まああと3切れやな。はい、あと3切れ。寿命です。大丈夫。じゃあごきげんよう。Thank you.